多くの人を感動の渦に巻き込んだ名作「あの日見た花」の名前を僕たちはまだ知らない。通称「あの花」の舞台制作発表が行われたよ。メンマ役の市川美織さんは喉の調子が悪く筆談でのやり取り。幸厚役の伊坂郁美さんは欠席だったけど、出席したメンバーはそれぞれ熱い思いを語ってくれたよ。矢富仁太役を演じさせていただきます川原拓也と申します。僕も、この作品に出演が決まる、ずっと前に、アニメを見てとても心を打たれた、あの花ファンの一人です。この作品出演が決まってから何度も、アニメ劇場版漫画といろいろともう何度も繰り返し見てるんですけども、その度に感動して、涙をしています。その作品に自分自身が、仁丹として、皆様に感動をお届けしていくということに対するプレッシャーはもちろんすごくあるんですけども、同時に役者としてやってやろう、かましてやろうという気持ちも日に日に強くなっています。何も変わらないメンバー、大人になる途中のみんな、変わっていく日々の中で成長しつつ、何も変わらない大切さが分かった作品です。メンマ可愛い。はい、安城なる子アナル役を演じさせていただきます桃月なし子です。今日はちょっと髪の毛が黒いんですけれども、キャラクタービジュアルの写真と、あと本番はちゃんとオレンジにしていきますので、そこら辺は楽しみにしていただけたらなと思います。メンマきっかけで止まってしまった長平アバスターの時間がまたメンマきっかけで動き出すっていう、でそのメンマきっかけでそれぞれの葛藤だったりとかトラウマを、乗り越えていくっていうのが、なんかその自分が一度その青春時代を終えたからこそまたこうグッとくるものがあるなと思っていて、なんかこの作品って多分見る年代によって感じ方とかもすごい変わるんじゃないかと思って、だからいつ見ても面白いし、また新しい発見ができるんじゃないかなと思っていて、なんかそこがすごいこの作品の魅力なんじゃないかなって思いました。鶴子役の駒形ゆりです。普段は声優として活動させていただいてまして、今回舞台に初挑戦させていただくんですけども、初めて大きな一歩を踏み出す、その舞台に挑戦させていただくっていうのが、この皆さん多くの方から愛されてる「あの花」という作品で、しかもこんなにすごい方々と一緒に舞台に、挑戦できるのがとっても嬉しく思います。伊坂鉄道役、ポッポ役やらせていただきます菅井由紀です。役が決まった時、今でもそうなんですけど、興奮が冷めやらぬ状況でございます。というのもですね、私は10年前からあの花のファンでございまして、で劇場版しっかり、漫画、小説、ドラマで、昨年の舞台もプライベートで見に来ておりました。まさかね、何かあったらね、結局リーダーの仁丹がなんとかしてくれるんで、そこ全幅の信頼を受けますから全然大丈夫です。ちょっとね、最後になりますが、この夏最高の思い出を皆さんにお届けできるように、みんなで頑張っていきますんで、応援よろしくお願いいたします。劇場で待ってるねー。